香川県警察は、香川県公安委員会の管理のもと、香川県が設置した警察行政組織。香川県内を管轄区域とし、香川県警と略称する。給与支払い者は、香川県知事である。警察庁中国四国管区警察局管内。本部所在地は、香川県高松市番町4丁目1番10号。東香川警察署佐抜警察署高松。 東警察署、小津警察署、高松北警察署、高松南警察署、坂出警察署、高松西警察署、丸亀警察署、琴平警察署、三豊警察署、関音寺警察署県内の警察署一図県内の警察署数は12。警察車両のナンバー地名は、高松市以外が、香川、高松市は、高松である。2002年に策定された。 警察署再編計画では、長尾、多度津、都野署の3署近隣署と統合して、16署体制から13署体制に再編することとされた。2005年に発表された、警察署の管轄区域の見直し案では、市長合併の進展に合わせて、丸亀、栄で、両南の3署と、観音寺、高瀬の2署の管轄区域を変更することとされた。交番 駐在所には一般回線につながっている電話があり、電話帳にも載っている。マスコットキャラクターは、よ市。那須す市の八島の戦いでの孤児である、扇の的と弓流しに由来しており、弓矢を引く姿が標準とされている。その矢の先は、さすまたである。ありがとうございます。